未来系ファクトリーゼータガンダム戦車。1991年8月某日、前回からの続きです。ゼータガンダムの変形の話ですよね。まだあるんですか？足先の話が残っています。ゼータってハイヒールにアンクルアーマーという仕様です。このアンクルアーマーって薄っぺらい板なんですよね。そりゃ初代やガンダムマック2の流れを組んでいますから、144分の1や100分の1のキットでもこげんなっちょるばい。まずハイヒールについてですが、この形状ってウェーブライダー形態の時に支障が出ます。つま先を閉じた際、かかとを足の前部分にめり込ませたとしても脚部の前後幅に収まらないんです。そりゃそうですよね。実はおいも、その件は気になっちょっとったばい。ここで僕は気づいてしまった。設定画のアンクルアーマーで隠れていた部分、みんな右のように思っていたし、キットもこうなっていた。だけど本当は左のように、藤田孫子は変形時のことを考慮に入れて上部分が欠けた形状を考えていたんです。うわ、アンクルアーマーに隠されていた真実。このように動きます。なるほど。ゼータガンダムって外側に装甲がありますから、アンクルアーマーをつける必要はないんですよね。ここで藤田孫子はそのアーマーを変形の邪魔になる足の上部分を隠すためのものとしたんです。藤田孫子の発想の柔軟さには驚きを禁じえません。残るはシールドの剣です。シールド？ウェブライダーの機種売。俺は放送当時から思っていたんですけど、変形シークエンス学校におけるこのシールドの移動何なん？矢印で説明してあるだけで、どのような機構なのか全然わからない。藤田孫子はシールド裏側の機構を書いていませんからね。しかし当然ですが、ギミックを考えていました。え、マジで？シールド裏加工の接続部をご覧ください。注目点は接続部下の棒状フレームと丸いパーツです。まずは丸いパーツの部分が伸びます。そんで本体との接続部とシールド接続部の二軸が回転して移動するんです。ちょっと待って、藤田氏は本当に考えていたの？ここの棒状フレームと丸い軸デザインが何よりの証拠です。この移動方法は100分の1キットでも再現されていました。あのキットはかなりの部分で設定画に忠実なんです。だけど移動フレームの長さが足りないような。藤田孫子は足りると踏んでいたか、もしくはこういうギミックを考えていたのかもしれません。うふ、これならば移動にあたって十分な長さがあるばい。いつの日かもう一度ゼータガンダムの可変キットが出たならば、シールドの移動ギミックが間違いなく組み込まれるでしょう。ここまでゼータガンダムの変形について述べましたが、何様僕が求めるゼータガンダムの立体物は設定画に近しい変形ができるキットです。なんだ、その意見にハゲドウです。その条件にはウェーブライダー形態時、胸と背中、そしてリアアーマーが並んでいることが含まれます。この上面部分のデザインこそがウェーブライダーの肝なんですから。そりゃそうだ。前回も言ったけど、ファイターバルキリーで上面部分のデザインが設定と違うとなんやねんという話だもんな。144分の1スケールでしたら、変形の際頭や腕を取り外して構いません。その代わり変形が楽しめるように、背中上プレートとリアアーマーのスライド移動を実現させること。そう、それ。アニメ設定に忠実なキットが出たら何度でも変形させとうなるばい。いずれハイグレードより上のグレードのキットが出るんじゃないですか。ハイグレードより上のグレードのキット出るとすれば、今度は100分の1。そのグレード名は何でしょう。ハイグレードよりも上のグレードってことは、名付けてハイエストグレード。語感がいまいちですね。批判よりも建設的な具体例を述べてください。そうですね、マックスグレードとかアメージンググレードとかワンダフルグレードとか。ダサかばい。じゃあめこみさん、かっこいい具体例あげてくださいよ。スプリームグレードとかグレートグレードはどげんね。スプリームはないです。まるでセンチネルじゃないですか。グレートグレードっていいですね。ダウンタウンみたく発音近い単語を繰り返していて。ダウンタウン？あれ、知らないんですか。若手お笑いコンビのダウンタウン。知りませんし、どうでもいいです。若手芸人になってすぐ消えていく存在じゃないですか。今日はゼータガンダムはマウゴツ掘り下げたけん、なーばお腹いっぱいばい。次は SD ガンダムの話をしましょう。いや、ちょっと待って、ここまでの話はまだゼータガンダムデザイン論の入り口に過ぎません。変形について論じただけで、掘り下げるのはここからですよ。ここから？ゼータのデザインは奥が深いんです。まあ確かに。で、お二人はゼータガンダムを最初に見たときどう思いました？いや、これ確かにガンダムなんだけど、でもガンダムじゃないよねって。おいはアニメ雑誌でカラー画工を見てたまかったばい。肩とかワンブが色塗られちょっておもちゃっぽいと思ったでごわす。
マーク2など他のモビルスーツは渋か色ばしちょるのに。じゃあアメコミさんはお嫌いなんですか？いやいや、バルキリーやエルガイムなどを取り込んで消化させたデザインって分かって好きになったばい。アメコミさんは長野守る氏を崇めていますもんね。他にカトキはじめ丼と川森庄司丼がおいの三大アイドルばい。ゼータガンダムのデザインには多くの要素が入っています。まずはその代表格とされる3体、初代ガンダム、バルキリー、エルガイムですね。それらのどのような要素がゼータのどの部分に入っているのか分類してみましょう。僕はこのように仕分けました。それらの詳しい説明はもういいでしょう。次にゼータガンダムの各部のデザインについて論じたいと思います。まず頭部のヘルメットについて、初代からの要素を受け継ぎながらエルガイムの文脈が盛り込まれています。初代ガンダムの頭頂部にはカメラがついていますが、ゼータはこれに救われました。救われた？どげん意味ね。エルガイムの頭部は上に出っ張っている縦長とんがり系です。これってコンバトラーやダイモスのような頭頂部が機種になる系の70年代スパロボっぽい。エルガイムの頭部が70年代スパロボ？エルガイムの頭部は縦長とんがり頭ですが、その影響を色濃く受けているはずのゼータガンダムは縦長の影響を回避できています。ではなぜ縦長とんがり頭から逃れ得たか。あ、そうか、初代の頭頂部にカメラがあったおかげ。その通り。もしも初代に頭頂部カメラがなかったら、ゼータガンダムにもカメラが継承されず、頭部はこんな感じになっていたでしょう。ん？そういやゼータの頭頂部カメラって初代やマーク2と比べて縦に長いですよね。そうか、これってエルガイムの縦長とんがり頭の名残なのか。次にゼータの胸部ですが、以前ガンボイデザインの凄さについて論じましたけど、僕はこの部分、胸部傾斜デザインのことを見逃していました。胸部傾斜デザイン？ガンボイの胸部傾斜デザインは初代以降、ナグラムやウォーカーギャリア、ダンマイン、スコープドッグ、ナイトオブゴールド他いろいろなロボに継承されています。ガンボイデザインにおける最大の発明は胸部傾斜という結論が出ました。胸部は重くそ出っ張った方が無惨よかばい。激しく同意。女性の胸も D カップ以上あるとかっこいいです。カトキ版初代のセクシーな胸ダクトをもみたかでごわし。女性の胸は垂れ乳よりもツンと上を向いた方がイケてるのと同様、モビルスーツの胸部も上を向いていてほしいですね。しかしゼータガンダム放送時はそういう美意識がまだ確立されていませんでした。だからかゼータの胸は出っ張っていません。ジャッドン、バイファムの胸は割と上を向いとるば。あー確かに、銀河漂流バイファムの放送は83年、ゼータの2年前。ゼータの胸部の角度って理論的にはモチーフとなった初代と同じはずですよね。なのになぜか垂れて見えます。どうしてでしょうね。それはダクトの位置、バストトップが下の方にあるからではないかと。初代はダクトの位置が上にあり、腹部パーツも広めに取られています。対してゼータは胸ダクトが下付きで、さらには腹部に覆いかぶさっています。ですから腰パーツを伸ばしてダクト位置を上げれば見栄え良くなります。おっ、タレチチの印象が軽減されたばい。次に肩デザインの件です。1983年あたりからでしょうか、肩ブロックは大きい方がかっこいいという風潮が出てきました。当時キュベレーの肩バインダーには驚きました。ジャッドン、ゼータの変形はバルキリーみたく腕ば収納する件、大きかと都合悪かったい。ゼータプラスでは小さめにデザインされてますよね。いやだから、センチネルは同人作品だからどうでもいいですってば。次に脚部、ゼータガンダムにはダムがありません。ダムはガンダムのアイデンティティなんですけど、ガンダムデザインには他にも多くのアイデンティティがありますので、もはやダムがない程度のことではガンダムらしさは揺らがないんです。注目すべきはスネの青色の範囲です。ここの色が青なのか白なのか。ガノタカンで二分しとる形成範囲問題ばい。船長さんはどっち派なんですか？当時の配色設定では白なんですよね。じゃ白派？いや違います、僕は青派です。船長さんは設定が保守のスタンスなのに白派じゃないんですか？ここは前面からパーツがつながっていると考えられます。であれば論理的に考えて青になるんです。ではなぜ設定画では白に塗られているのか。その理由は配色設定した人が塗り忘れたか、もしくはスネ周りのデザインを読み取れなかったのではないでしょうか。そういうエラー部分は保守する必要はありません。藤田氏ってデザインの読み取りができない人たちに囲まれていますよね。なんかかわいそう。あの時代はリアルロボデザイン交通整理の過渡期で、いろいろなことが手探り状態でした。エラーが出るのも仕方ありません。ゼータのデザインは思っとった以上に奥深かばい。ガンダムセンチャーゼータ編中編終わり。ところが論点が増えちゃってしまって、ここまでで消化できたのは当初プランの5分の3。次回後編で
最後までたどり着けるのか。ご視聴ありがとうございました。